ダーティプリティシングスは、元ザリバティーンズのカール・バラーが結成した、ロックバンド。2004年のザリバティーンズ解散後、2005年9月に、結成。2008年に解散。ディズ・ハモンドが、ザ・クーパー・テンプル・クロースを脱退し、加入。元リバティーンズのドラマー、ゲイリー・パウェル、ド・ハーティの代役として活躍していた、アンソニー・ロス・ソマンドが加入した。ファーストライブを2005年10月。 イタリアとフランスパリで行った。バンド名はバラーが定期的に行っていたクラブナイトのタイトルから取ったものである。ソウルズベリーとオーストラリアに同名のバンドが存在しているというトラブルがあったが、両方ともバンド名を変更しトラブルは解消された。また、バラーが行っていたクラブナイトの名称も混乱を避けるため、ブライト・ヤング・シングスと変更した。デビュー前の A ツアーが、 全公演完売。ANME 氏、2006年新人バンド特集号の表紙を飾った。ロサンゼルスカリフォルニア州で、プロデューサーのデイブ・サーディとレコーディングを行い6曲、完成させ、スコットランド・グラス号で、プロデューサーのトニー・ドゥガンとレコーディングを行った。2006年4月、NME 氏の無料特典 CD に、ユー・ファキング・ラブ・イットを提供。デビューアルバム。 ウォータールートエニウェアを2006年5月8日にリリース。全英3位を記録し、賞賛を浴びる。ファーストシングル、バンバンイアデッドを2006年4月24日にリリース。5位を記録。2006年6月、ワイト島音楽祭に出演。2006年7月、イップスウィッチとコベントリーでのレッドホットチリーペッパーズのライブをサポート。フジロックフェスティバルに出演。 台湾での休日中にバラーが鎖骨を骨折する。2006年6月25日、バラーがポールウェラーのライブにゲスト出演。ピーコックスーツ、インザシティをコラボレーションした。2007年6月16日、ミューズのウェンブリースタジアムでのライブをサポートする。レッドホットチリペッパーズのオランダでのライブをサポートする。グラストンベリーフェスティバルに出演、新曲を披露する。 7月22日、ペットショップボーイズのエデンプロジェクトでのライブをサポートし、カムクローサーを含む多くの新曲を披露する。2008年5月2日、セカンドアルバムのレコーディングを終えタイトルを、ロマンスアット、ショートノーティスト発表。タイトルの由来は、さきの短編、開いた窓の最後の一節から。発表前、タイトルは、This is where the truth begins になるという噂があった。 5月12日、ヒッピーズさんを公式サイトから無料ダウンロード配信する。6月22日、nme.com 上でアルバム全曲をストリーミング配信する。6月23日、先行シングル、Tired of England をリリースし、6月30日に、セカンドアルバム、Romance at Short Notice をリリース。しかし、シングル、 アルバムともに高い順位を得ることができなかった。2008年10月1日、2週間の UK ツアーの後、バンドを解散することが発表された。声明によると、バンドは新しいことを始める時期が来たということ。しかし、新しいこととは、リバティーンズのことではないと付け加えている。カールのバンドに、クーパーテンプルクローズが、バークス、2005年9月16日、 ザ・リバティーンズ・ザ・リバティーンズ・カールの新バンドがパリで新曲を披露。バイブ、2005年10月28日。ダーティープリティ・シングス・バイオグラフィー、2006年3月。ザ・リバティーンズ・ダーティ・プリティ・シングスがフリー楽曲で CD デビュー。バイブ、2006年3月29日。DPT、レッチリの UK ツアーのサポートにバークス。 2006年4月28日、ダーティプリティシングスに5人目のメンバークワワルバークス、2006年8月10日、ダーティプリティシングスの新作、正式なタイトルと詳細を発表バウンス c ットコム、2008年5月8日、ダーティプリティシングスオフィシャルアナウンスメントダーティー、プリティシングス、オフィシャルウェブサイト、2008年10月1日、ダーティプリティシングス、 解散バークス、2008年10月2日、ありがとうございます。